経過はそうそう思ったより早いですし、キャンプ中に一回強く投げたいなっていう思いはあるんで、なるべくペースは落とさずに、早いペースでやってる感じですかね。距離が決まってるんで、徐々に10メートルずつ伸ばしていく感じなんで、今日は50メートルでしたけど、もうちょっと伸びればいいかなっていう感じですかね。そうですね、予定通りだと思います。そうですね、なんか一発屋みたいな感じで終わっちゃったなって自分は思ってます。後に続けれなかったな、続けれなかったことが、今シーズン悔やみですかね。特別一軍だからって思いは持たないようにはしてました。ファームでローテ回ってる時と同じぐらいな感じで、特別変わったことはしませんでしたし、まあこだわりは持ちたくないんですけどね。ちょっと先発でちょっと悔しい思いしたんで、先発で借りを返したいなっていう思いでは今います。リハビリしてる間にやっぱ辛い思いもしましたし、そういうストレスとか、そういうの乗り越えて今こうやってやってきてるんで、それが野球に生きるようになってればいいなっていう。ちょっと10月リハビリが長くて体がかなりなまってたんで、ちょっともう第一クールからもう全然ついていけなかったんで、とりあえず体力をみんなと待ちぐらいにするのと、投げれない分走って、下半身を強くするぐらいですかね。あと何もなく肘のリハビリを順調にこなしたいっていう感じですかね。そうですね、ソフトバンク戦の1試合だけで一発屋のように終わってしまったことを、僕自身かなり後悔しています。それで怪我で離脱してしまったことも後悔しています。来年はリハビリがどう進むか分かんないですけど、開幕に間に合うようにそれを信じて僕もやっていくんで、あとは来年こそは優勝すると思うので、応援のほどよろしくお願いします。